体重はもうあとは太らない程度に軽く、はい、サラダとおにぎりですね。軽めの食事ですね。まあ最後、まあ上がってれば、そのチーズ着て汗流せばって感じですね。体調の方がいいです。はい。今日も長めのマッサージやってね。うん、体の疲れが取れましたね。うん、体が固まってたんで、マッサージして、軽い、硬かったから、それを柔らかくね、してきましたね。あとはね、もうやるだけですね。順調に整ってます。明日現場行ったら、朝から夕方、で夜から朝まで仕事して、で、そのまま、一旦、始発家に帰ってきて、荷物を運んで、大阪の前日経路に向かいます。あ、ついにここまで来ましたか。自分に褒めたいですね。まあまだ終わってないかと、やるだけですけど、リングの上でやるだけ。よくここまで頑張ったが、調整まであと2日です。もう体を整えるだけです。この試合終わってからまた練習やりたいですね。何も考えず練習して楽しく飯食って、酒は飲まないけどね、ノンアルコールでね、乾杯したりとか。リングネームは内藤豊ですね。そのまんまでやってます。まあ、あと僕はもうちょいだから体重だけね気にしてリングに上がります。ファイトです。人生ファイトですよ。あ、入場曲は昔に、ね、アウサイダーでした。アウサイダー、あともそうだけど、ザ・ブラッツです。はい、原点に戻ってそのままの気持ちで必ず出ようという気持ちがあってね、そのことにしました。少年の歌、少年の詩でしたっけ。そしてナイフを持って立ってた、そしてナイフを持って立ってた、そしてナイフを持って立ってたっていきますね。切れたナイフはデガーではない、内藤豊だ。